はい、えー、超英北郎です。ニューヨークの話です。なんだ関係ねえじゃねえかと思うかもしれませんが、これ関係あるんですね。今、ニューヨークで大変なことになってるんですよね。ニューヨークの地下鉄。まあ、昔から前から治安が悪いって言われてましたけども、特に最近すごいらしいです。もう本当に今年に入ってから、あのー、もう、州政府やは、弊社警察官1000人を駅などに配置してると。ね。 すごいことになってるんですよ。ええー、ね、この、もう最近ホームから突き落としたり、暴行、銃撃とか暴力事件とかすごいんですよ。私もあの、テレビで見たのは、あの、ミュージシャンの人たちが演奏してるじゃないですか。女の人は、あの、後ろから行って、近くにある、なんか棒だか手つかでバーンって後ろから頭を殴るんですよ。ちょっとね、あの、考えられないようなことが起こってる。ただ、私はこういうのっていうのは、 な、わかる、わかるような気がするんです。わかるような気がするっていうのはなぜかっていうと、この、いろいろその、貧富の差があったり、いろいろどうにもならないところの鬱屈したところを何にぶつけるかって言った衝動的な暴力っていうのが結構あって、わけわからず急に突き落としたり殴ったりっていうことは、ま、まあ、まあるもんですよ。それがすごい数で増えてきてるっていう、あのー、また地下鉄っていうところの中でっていうことですよね。で、 これが、なんで我々に関係があるかっていうと、そんなもんアメリカのことでは関係ねえって言うかもしれませんが、これが5年後とか、ね、あの本当に10年後同じような現象が起こってくるんですよ、日本にも。それがまず東京とかね、都心部に起こって、田舎に行くのはもう本当に3年5年後、そういうふうなっていうのが大体そうなんですよね。まあ今それがこの SNS の時代とともに早くなっているんで、まあもっと早い可能性もあるんですよね。 あのー、そういう人たちの心理って別に理由ないんですよ。どうやったって自分より弱いところなんです。自分より体格も勝る、ね、プロレスラーや格闘家やね、相撲取りに向かって殴る奴はいないんですよ。これが不思議なことに。もうそうだったら逆に狂ってんなって感じなんだけど、やっぱり女、子供、老人なんですよ。うん。そういうのがまあ世界的にも多くなってますね。やっぱりあのー、 X なんかの動画とか、そういうのも見ててもい、いきなり殴る蹴るっていうようなことが起こったりっていうのが見受けられるんですよね。これは結構ね、あのー、大変なことです。で、我々だったら本当に子供とかお年寄りっていうのもあるし、あのー、必ずこれって、うん、あの、伝染するんですよね。まあ今はアメリカのことだから、まあ、予想となんでっていうふうに思えますけど、 うん。そうじゃないようなことになったら最悪なんで、ただこういうニュースがあると、こういうようなことがあるっていうことだけね、頭に入れといてほしいなと。あのー、日本でも類似のようなね、ことがね、あったりすれば、やっぱりそういう、なんていうんですかね、私こういうことやってきて、どっかで発生したことは必ずどこかに行くっていうことがね、起こってるんでね、あのー、皆さんこれだけはちょっと気をつけてほしいなと思います。以上です。はい。 君たちは私をもてあそんでいるのかなあの、上げたり下げたり。あの、このね、先回の、あの、チャンネル登録っていうことをね、言ったら、もう一日ね、50人ぐらいババーンと増えて。その後はね、スッと減る。<laughs> マイナスに転じるという。あの、別にチャンネル登録をあれするせい、しないっていう、あ、こういうなんか一人ずつの意思があるんだなっていうのがすごく面白いです。 あの、本当に、木を吹き一票って言ったものは、だな、選挙じゃないですけど、本当にこう、なんていうのこう、言えば、こう、動くんだな。うん、言えばその時はでも、また、飽きられて捨てられるという、ひどい人生を歩んでおります。以上です。<laughs>